ね、4番線5番線ホームにある、ファミリーマートで、価格売ってましたね。マジかマジか、完全に企画倒れじゃねえか。ただね、駅の中じゃないですか、こんだけね、赤福の広告を打っててね、東京元まで行ってですからね、もうすぐ売り切れてしまうかもしれませんね。ということで、駅前でね、他にね、赤福売ってる場所を探そうじゃないかと。いやいやいや、入ったな、そうか、ファミマできてたんだ。相変わらずの調査不足ですね。よいしょ。中川の駅前に出てきましたけどね、前に来た時は朝の5時とか6時とかでしたもんね。全然昼間はね映したことがないですけど、駅の構内にねコンビニができてたのがすっかり忘れてましたんでね。そっか、意外とね駅の前はねあんまし商業施設がないんですよね。で、コンビニとかがね、あんまり目立たなくて、唯一パッて、思いつくのが、この先にね、ピアゴはあるはずなんですよ。なんでね、そのね、ピアゴに行ってね、赤福が売ってるかどうかですね、チェックしてみましょう。がてらね、一中川駅のね、ぐるりと、回っていこうじゃないかと、いうわけでございますね。そう今回こんなとちょっとまだ先にも出かけたいんでね、ニアルシリーズはやりませんけどね、駅構内には名所はないわ。よいしょ。普通にだってあんまり背中があって降りる駅ではないですからね。私も仕事電車で降りたことは本当に少ないですね。車でね、高千穂で仕事をしとったときによく、まさかのね応援に行ってた兼ね合いがあって、その時はよくね、こっちの方はこの前のあたりを使っとった。このあたりの商業施設がどこ何があるのか大体、分かってるんですけど、でもまあ中性バイパス使うことが多かったですからね。高千穂からですよね。ちょうど高千穂の王将とかがある方だったんで、本当被災寄りの方ですよね。あっちの方だったんで、井村屋の工場の近くですわ、本社のね。そうするともう中性バイパス便利ですからね、ってなっちゃいますからね。で、その前ね一応ピアコがあるんで、ここだったら多分A コープもあったな、そうだ。多分この辺りだったら安定して、ね、赤福が買えるかもしれませんからね。いや、まあ、普通に、なんならカメラ回ってなかったですけど、搬入するところもね、バッチリ見ちゃいましたね、赤福を。あんなけ、ちゃんとね、赤福ってありますってね、売店書いてあったもんね。ちなみに、なんて言ったらいいの？駅の、その売店のファミリーマートの店員さんに言えば、買えるような仕組みみたいですね。駅の、その、レジ裏のところで、に置いてあるような感じになってますかね。よいしょ。あれ？どうやって歩道に入ればいいんだ、これ。こっちでいいのかな？こっちに A コープがあって、こっちの奥にね、ピアゴがあるけど、ピアゴより A コープの方が近いか。
どうかな。いや、ピアノ行こう。そう、車だとここのね、ところ使ってスーッて来ることが多いんですけどね。そうそう、駅の存在感が案外薄いんですよね。ですから、どうしような。まさかこんな早々に、一応これで小一時間歩き回ってね、いや赤服なんとか見つかりましたね、なんてこと言ってね、企画にするつもりだったのにな。そう、近鉄便利すぎるぞ。もうちょっと不便にしといてもらわんと企画的には美味しくない。いや、あのお客様としてはもうこんなありがたいことないんですけどね、あれいつ頃できたんだろうな、あのやつね、でこれでね、ピアノ、よいしょ。ちょっとお店の作りが独特ではありますけどね、もともと言うストアだったっけ、ここはね。まあきっとここなら大きいですしね、あるんじゃないかな。てかあれ潰れとく、今向こう側には杉薬局あったよな。あれ杉山だったっけ、杉薬局だった気がするな。さ、じゃあね、赤服売ってるか確認しておきましょう。さてね、寄ってきましたけど、あれなんですね、ここは残念ながら赤服売ってなかったですね。よいしょ。わあ、人がいっぱいだ。そうかそうか、向こう歩こう。ってことでね、ピアが寄ってきましたけど、そう、残念ながらね、そう、赤服は、売ってなかったってことでね、さあどうしようかなってところでございますね。そっかそっか、いやピアコなんてあると思ったんだけどね、残念ながらサービスカウンターとかもいろいろ回ってみましたけど売ってないですね、ってことで、そうなるとコープで売ってるのかな。案外あれなんですね、大きいところでも置いてないことがあるんですね。ただね、ここのピアゴさん、あれが置いてあって、あの油揚げが、あの前に広島で買って、あのこれめちゃくちゃいいって言っとって、あの常温でね保存できる、あのどん兵衛のお揚げみたいなやつの、どん兵衛のあのお揚げのあのお揚げだけ売ってるようなねやつ、あの常温のやつってなかなかないんですよね。意外とあのお揚げって常温のあのやつってね売ってるのはないんですけど、前に広島で一回見かけた時にこれ便利やって言って買ったやつ買って、そう、それの刻み揚げのやつはね金製で売ってるんで、金製で言ったら必ず買ってるんですけど、刻んでないタイプのね、本当にあのどん兵衛みたいな感じの一枚のやつがあの売ってたんで、そこぞとばかりに買ってきました。で、次はどこだ？あとあるとしたらどこだ？さっきの A コープか。だけどあれですよ、今そこに本当杉薬局あって、今あれだよな、振り返ったところにあったよな。そう、今そこだよね、今そこのところに杉薬局ありましたよね。で、よいしょ。で、あのところ本屋さんもあるんだ。へえ、美味しそう。あ、やっぱあるわ。こう
杉薬局だ。めっちゃ近っ。すごいですね、こんな近くに杉山が、あ、杉山じゃない、杉薬局が刺さるの珍しいですね。ね、別のドラッグストアだったらまだしも。で、こっちのエコープがあるか。エコープちょっと見ていってみようか。よいしょ。あるかな。